いや無理やったらやめときや。見といてな、みんな。黒いねんけど。乾杯。動画やった。もういいわ。ごきげんよう、山口あゆきです。その表紙で動画撮ります。今日は和歌山に行きます。小籠包買います。売ってなかった小籠包だから、あたたたた、豚まんにしました。豚まんいただきます。おいしい。おいしい。じゃーん、これ食べたかったんです。10円パン540円しました。あちちちち、焼きます。チーズないねんけど。あ、でもめっちゃチーズおいしい。お、こんな感じ。ブルーベリーの苗を買いに来ました。あ、蝶々止まって。蝶々がめっちゃおんねんけど、今からブルーベリーの苗を買いたいと思います。めっちゃ綺麗で田舎って感じ。ほら見て、綺麗すぎる。海ですね。日焼け止め塗ってますね。マジで暑い。海に来ました。あ、ありがとうございます。行きます。これは多分めっちゃ焼けると思うわ。じゃーん、痛い、無理、焼ける。思いのほか来た。なんか全然泳げるじゃん。まだまだ今年初海です。イエーイ。ぬるいけど気持ち、魚釣りしたい気持ちは山々ですけれども、皆さんは海に来ましたか今年は。ということでちょっと癒されたいと思います。見といてな、みんな。黒いねんけど、下の土が黒いんですけど、どいてな。ほら黒い。じゃーん、はい、早くしょ、早くしょ。よし、今日はね、じゃーん、新メンバー、赤なんとかです。赤根ちゃんです。じゃあちょっと参拝してきます。明るさに顔耐えている顔流しひな、ん、裁縫上達。すごい、クマもおる。かっこいい。お人形さんいっぱい。無理やろ。え、いけんの。すげえ、すげえ、天才やん。筋トレやん。よっしゃ、すごい。これが入ったらどうなの。いや無理やったらやめときや。無理でした。首が痛い。今日はな、ごめん、あの首、じゃあ今日は幅やろ。幅とか言うな。違うね、今日幅もあるかもしれへんけど、今日はちょっとあの首痛めてんねん、あいきな。だからちょっと今日は無理かもしれん。ごめんなさい。せっかくのところ、ほんま入りたかったよ。時間も、あの手を伸ばしながら頭から入るとくぐりやすい。願い事叶えてくれるみたい。ヤマピーはいけたけど、あいかは無理でした。まあそういう時もありますわ。だってあいき、願い事ってないもんな。うん。自分で叶えていくわ。神様に頼まんと自分で叶えていきますわ。あー、でも素敵な神社やったな。
何？人形さんがいっぱい飾られてましたわ。よし、じゃあちょっとバーベキュー行きます。なんかいいよな、あえて写真撮ってる、素敵やん。ラピュタの島で人気の友ヶ島やって行ってみた。添加物入ってない的な、ほんまもんのみかんってこと、ほんまみかんや、オレンジではなくみかんやな。おいしい。皆さんも岡山に来たら飲んでみては。じゃーん、あれもあるよ。サラダ、ここで焼きます。今日は生にしました。スイカもやな。乾杯。じゃあみんな乾杯。あー、なんかでもアビアガーデンの味やわ。これが焼肉のなんかタレ。保護さん用に気をつけな。あの海鮮のタレです。どんたこつじゃん。どんタコス。タコスはマジでこの間 あそこで食べてから、あの横浜スタジアム、うん、サラダ美味しい、うん、焼けてきてる。ウインナー美味しそう。ほんまや。どういうこと？そのまま焼くんちゃう？いや、そのまま焼くで、多分食べるんちゃう、このまま。そんなに海鮮入ってるのに。なんて感じよ。煙がすごいです。ありがとうございます。これウインナーくれんの？お肉いただきます。うん、脂乗ってておいしい。うん、ウインナーおいしい。やっぱウインナーおいしいわ。うん、やっぱり髪の毛くぐった方がいいっすよね、何事も。この波の音を聞きながら食べるバーベキューは美味しいな。元気だね。うまいな。うまい。一回も焼いてみる。ちょっとやっちゃって、すごいことになってます。わー、アユ美味しそう。でっかい肉あるんで、でっかい肉食べます。いただきます。マジで美味しい。バーベキュー最高。うん、ゆっくり食べる。夕焼けがもうちょっとで火落ちますわ、うん、早く火見た、落ちてるのみたいな、うん、開く。うん、煙の中からバマンバンや。美味しい。ナスビめっちゃ美味しい。うん、こんだけの何？脂身でも食べる。うん、わかる、わかりみ、うん、海鮮醤油。うん、キャベツ美味しい。でっか。お客さん誰もおらんな、うん、マジで貸し切り。はっつ。なんかタレ美味しい。なんか、うん、なんていうの、甘辛い感じ。なんかバーベキューの、うん、イカちゃん。これ美味しいね、これ。ほんと、イカちゃん。
うわ、すごい。あ、肝、こっちの上の方よりも肝の方がいいかも。ありがとう。じゃあ焼けました。このまま食べていいかな。うん、熱っ。サザエいただきます。あいつはサザエはこの肝のところが一番好きです。おいしい。な、肉の方がいいよな。肉の方がいい。お箸でやるもんじゃないな。うん、やけどしちゃう。エッタアギの好きなトウモロコシ。うん、牛肉 200g、 サイコロステーキは 100g。 はい、生かな。どうやろう、怖い。うん、もうちょっとほんな置いとき。うん、でもめっちゃ美味しいわ。美味しい。めっちゃふわふわ。ああいう、なんか普通の人は肉、あれ、お腹いっぱいなんねんな。もうなんか残してしまいますみたいな言ってたけど、アギラは足らんかったから足しました。足らんでしょな。足らないです。絶対足らないです。アギの大好きなトウモロコシ。え、トウモロコシ美味しい。熱っ。ちょっと冷めるまで待っとこう。熱い、無理かも。ゆっくりやゆっくり。トウモロコシだけ。うん、お箸で食べます。いや、ガブリつく方が絵になるやろ。いや、もうちょっとやな。何ユーチューバーやってる。うん、あれほんまに美味しい。汗が止まりませんのな。これが醍醐味ですな、若い子に。うわ、なんかめっちゃ美味しそう。肉いらんの？肉、あ、1個だけ食べる。あとはいいな。うん、そこ行って。もう食べてない。汗だくで食べるっていうのかな。ハイボール2杯目でーす。バーイ。うーん、ま、考えれますかって。ゆっくりか。うん、ゆっくり。ゆっくりこ。しらすご飯が届きました。さすが和歌山って感じやな。梅干しがついてます。美味しそう。うん、どう？美味しい？嘘。なんで？すごい夕日になってるな。うん、綺麗じゃん。梅干し、あ、でも大好きな梅干しちゃん。梅干しちゃん。うん、あ、甘い系や。酸っぱい系じゃなくて甘い系。いただきます。うん。しらすめっちゃ美味しい。うん、めっちゃ柔らかい、ふわふわ。こんな美味しいしらす初めてかも。うん、梅干しに合うな。ワイルドな肉は。キャベツ、コギキャベや、コギキャベ。絶対美味しいやん、こんな。あ、焦げたキャベツ好きやね。分かる人いるかな、焦げたキャベツが好きな。キャベツ美味しい。ごちそうさまでした。バーベキューで汗かきながら食べてます。波の音を聞きながら。夕焼けが綺麗わ。夕日か。じゃん、最後はシャーベットでーす。綺麗。うん、すぎー。火落ちるまでちょっと時間費やしてます。お腹いっぱいですから。もう化粧もボロボロですわ。いい感じじゃん。